こんにちは、柴田です。今日はこのギターのレビューになります。フェルナンデスの MG70X ですね。これはヒデモデルの MG80X が出る前に出されたモデルになります。なのでヒデモデルの中で一番古い機種になりますね。今ですね、手頃に購入できるのは MG80X ですね。ヒデモデルの一番定番なんですけれども、それよりも前にリリースされていたこの MG70X、 どういう風にですね今の現行品と違うかっていうのをご説明しながら音出ししていきたいと思います。ではまずですね、このヒデモデル、これサイケですけれども、この通常のヒデモデルと 70X どう違うかというと、まあ見た目、まあ、絵柄は抜きにして、このスイッチですね、スイッチとつまみ、この数を見てください。現行品のヒデモデルはつまみ1個ですね、ボリュームのみになっております。そしてダイレクトスイッチとトグルスイッチ、非常にシンプルな作りになっております。これとこれだけですね、スイッチは。でつまみが1つという風な感じなんですけれども、ご覧ください、 70X こんなにつまみがいっぱいあります。これ説明は後でやっていきたいと思います。そしてブリッジですね、ダバスのブリッジになっておりまして、通常のヒデモデルだとこういった形なんですけれども、70はこうです。大きな違いがありますね。あと今発売されている 80X とはボディ材も違くて、当時90年代の前半中期ぐらいまでに発売されたものはマホガニーがですね使われております。ボディ材でマホガニー使われているんですけれども、現行品はですねバスウッドですね。なので鳴り自体もですね若干違うと思います。そしてボディの特徴もう一つありまして、薄いです。若干薄めにできているので、実際にですね持ってみると軽く感じますね。ではつまみのご説明をさせていただきます。これがですねメインのボリューム、どちらにも効くメインのボリュームですね。そしてこっち側が、この2つがフロントのボリュームトーン、そしてこっち側、下側の方がリアのボリュームとトーンになっております。そしてトグルスイッチと、このスイッチはもともと黒だったんですけれども、頭がこれねシルバーというクロームにですね変更しております。そして気になるこのスイッチなんですけれども、2つともブースターですね、ブースタースイッチになっていて、ダブルブースターですね。これがブースター1、こっちがブースター2という風な感じで音出しをしていきたいと思います。